エーリッヒ・フェルギーベルエーリッヒ・フェルギーベルは第二次大戦中のドイツ陸軍の通信兵大将ヒトラー抵抗運動の一員マンシュタイン元帥とは親友の間柄だったドイツ帝国ブレスラウ近郊のペーペルビッツ出身1905年9月に主幹候補生としてプロイセン陸軍の電信大隊に入営。第一次世界大戦中は陸軍参謀本部に勤務 第一次世界大戦後も参謀将校としてベルリンに勤務。高級将校教育課程を修了し1928年に、少佐1933年に、中佐1934年に大佐に承認。1938年には少将に昇進し、陸軍通信部隊のトップ並びに、国防軍最高司令部の通信部門の責任者。 1940年に通信兵大将に昇進。陸軍参謀長のルードビヒベック上級大将とその公認、フランツ・ハルダー上級大将がフェルギーベルを反ヒトラー活動に引き入れた。ヒトラーは彼の専門知識を評価していた。東プロイセンの総統大本営、ボルフス・シャンツェに通信部門の責任者として勤務していた。1944年7月20日の ヒトラー暗殺計画並びに、クーデター計画に関与して、ボルフスシャンツェの通信回線の切断を試みた。暗殺が未遂に終わるヒトラーの生存を確認すると、ベルリンの国内予備軍司令部に相当が生きていると、直接電話連絡した。ヒトラーは、すべての被告人を軍法会議ではなく、ローラント・フライスラーが長官を務める人民法廷の後半に付すように命じた。 軍籍にあるものは、民間人を対象とする普通裁判所ではなく、来非戦争裁判所で裁かれるのが通常である。このために、軍籍にある被告人は、まず名誉法廷で軍籍を剥奪された上、普通裁判に付された。名誉法廷に藩士として参加したのがフォンルンとシテッと元帥を長として、書いてる、グデイリアン、シュロート、シュペヒト、クリーベル、キルヒハイムである。 ここで55名の軍人が軍籍を剥奪された。フェルギーベルは7月20日午後逮捕され、軍籍を剥奪されて、1944年8月10日に、人民法廷で裁判長、ローラント・フライスラーから死刑を宣告された。ゲシュタボはやがて、より多くの陰謀過担者についての情報を聞き出すため、まだ利用価値があると見た者たちの処刑を延期することになる。ヒトラーは、 陰謀者たちを即決裁判にかけ迅速に処刑せよと命令していたが、彼の処刑は9月4日まで延期され、ベルリンのプレッツェン税刑務所で執行された。ありがとうございます。